皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、メトロポリタン美術館のコレクションの続きです。これは、えー、飾、着飾られた紙という作品です。これは服ですね。はい、足元が可愛いですね。はい。はい、これはですね、えー、 これが私の人生だというタイトルの、えー、芸術です。これは、えー、服ですね。衣装ですね。ちょっとここにチェックが見える通り、バーバリーの作品です。はい。こちらは、まあ、清掃に近い衣装ですね。はい。男性の衣装ですね。はい。 こちらちょっと英語じゃないのでわかりませんね。はい。これは何か黒人の本かもしれないですね。はい。これは本ですね。はい。漫画って書いてますね。はい。これはドレスですね。はい。これは、ああ。 アメリカの南西部、だからカルフォルニアとかですかその辺りの様子という芸術作品ですね。はい。はい、これちょっと何か分かりません。CD ですかねん <laughs> ですよ、これはね。これは、えー、宇宙に関する、なんですかポスターでしょうかはい。これは絵ですね。はい。 はい、新しくやってきた人々を迎えるという迎えているという絵です、はい、これは「座像」というタイトルの作品ですこれは「カードでできた家」という作品ですはいこれは「二頭の馬」 という作品ですこれは自画像でしょうかね。はい、自画像ですね。はい。これは「幽霊」というタイトルの写真集です。はい。これは本ですね。はい。過去、現在、未来についての本です。はい。 これは何か絵本でしょうかね絵本かもしれません。はい。はい。これも多分絵本ですね。アニメ、漫画ですかね。はい。これはちょっと何だか分かりません。はい。はい、写真集かもしれません。これは何ですかねブラッ うんブラックホールに関する本でしょうか、はい、これは写真集もしくは画集ですね、はいはい。これは戦争に関する本かもしれません。はいはい、これはマーブル。 の魔法というタイトルの本でしょうかね。はい。これは、えー、ちょっとわかりません。芸術の本ですね。はい。これは服ですね。デニムですね。デニム。デニムの涙という人かユニットか団体かが作った、ブランドかなんかが作った服です。はい。 えー「家に持ち帰る」というタイトルの絵です。こちらはちょっとごめんなさい、私の英語力が足りず、何のことか分かりません。はい。はいこれは、えー、タイムトラベルのかに関する本です。はい これは多分写真集ですね。はいこれは革命に関する本です。これは「あなたはどこに行こうとしているの?」みたいなタイトルの絵です。はいこれは「決して忘れるな!」というタイトルの写真です。 はい。これはドレスです。かわいいですね。はい。かわいい。これは、えー、働いている女性の衣装ということだそうです。こんな素晴らしい衣装で働くんですかどんな仕事なんでしょうかねこれもドレスです。ちょっと着物をイメージさせるようなところを私は感じましたね。はい。これは、 えーえー、北アメリカのアートや文学についての本です。はい、はい、これは、うん、なんとも、ちょっとデリゲーションという単語がですね、いろんな意味を持っているので、ちょっとなんとも言い切れないんですが、まあ、ネイティブアメリカンの写真が載っている本ですね。 はい、はい、今回の配信は以上となりますまた次の配信または別の配信でお会いしましょうさようなら